それでは実方康介選手のインタビューを始めます。まずは試合直後の感想をお願いいたします。はい、そうですね、もうやられました。はい、試合前と後での対戦相手の印象はいかがでしょうか。そうですね、思ったよりなんかその体が大きいんでプレスが感じるかなと思ったんですけど、やってみたら意外とそんななかったんで、はい、まあ、多少なりとあったんですけど思ってた以上にはなかったです。ありがとうございます。プレスの方から質問がある方いらっしゃいますか。ということは、パンチ力が予想以上にあったという感じですか。そうですね、いやパンチ1回目のダウンはあのなんか本当吹っ飛ばされたみたいな感じで、あんまり効いたって感じは、まあ、ちょっとふらついたんで効いた感じはあったのかなと思うんですけど、自分の中でそんな効いた感じなくて、で、まあ、そこに、まあ、2ラウンド入って三日月がで、まあ、腹相当効いたの分かったん で行ったところに膝も一発目入ってもう完全上の意識忘れてて、もらって見えないところでもらったんで顎先もらったかなって感じだったんで、パンチ力があったかあったかないかったら、まあ、最後のは完全に見えてなかったんで、まあ、でも重さはやっぱありましたね。結果的にはあの石井選手あのその後棄権ということになりましたけど、そこに関して何か思うことっていうの。そうですね、さっきあの、まあ、あの喋ったんですけど、あの僕が倒れてなければ俺も倒れてたかもしれないみたいなことも言ってくださったし、あの僕もいい負けっていうかいい意味であの結果残したのかなとも思うんで、もう一回リベンジをしたいですね。ありがとうございます。他に質問がある方いらっしゃいますか。それでは最後にカメラに向かって、あ、失礼しました。石井さんのパンチ出しながら前に出てくるのに対して、あの転下をっていうかあの膝を合わせに行くっていうのは当初からも狙っていたって感じですか。そうですね、もうあの作戦立ててるうちであのお腹弱いっていうのは分かってるんで、あの三日月と膝はもうずっと作戦でした。で結構あのトーナメント勝ち上がることよりもまず石井さんに勝つっていうのをイニシアチブというか優先順位はそちらの方がだいぶ上に置いてやったって感じですか。そうですね、あの煽り V とかいろんなところも言ってたんですけど、あの、まあ、トーナメントなんですけど、まあ、僕の中で石井選手というスーパースターに勝ちたかったんで、まあ、勝ってから先のことを考えようと思ったんで、もう今回本当に石井選手だけ考えて練習してました。わかりました、ありがとうございます、はい、他に質問がある方いらっしゃいますか。それでは最後にカメラに向かってファンの皆様へメッセージをお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。負けてはしまったんですけど、まだまだ、頑張って進化し続けるんで、今後も応援よろしくお願いします。ありがとうございます。以上で実方康介選手のインタビューを終了いたします。ありがとうございました。